皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2020やっていきましょう。今回はカップ麺を作るより早い動画となっていますので、まあ、それぐらい短い動画になっているのでぜひチェックしてください。ということで、まあ、こちらの動画、まあ、作るか作らないか悩んだんですけど、一応まあ大事なお知らせということで一応動画作っていこうかなと思います。はい、で何の話かというと、まあ、月曜日の夕方ぐらいにお知らせ来てたんですが、4月2日木曜日以降の定期メンテナンスの時間がさらに変更が入ります。確かなんか2週間前くらいにも変更したばかりなんですけど、さらに変更が入るのでその辺もご注意ください。で変更されるのが、9時から15時に変更されるという感じですね。はい、こちらは、プレフォームアプリも9時から15時なので、その辺もご注意ください。まあ、ただ、まあ、先週も大体まあ9時から15時みたいな感じでやっていたので、まあ、その辺は変わらない感じですかね。はい、この変更によって、まあ、開催のイベントとかキャンペーンとか、あとはクラブセレクションのガチャなどね、その辺の時間も1時間短縮されると思うので、その辺もご注意いただければと思います。はい、で、こちらのチャンネルではメンテ明けにライブ配信をやっていますが、まあ、それも時間を早めてね、やっていこうかなと思いますので、今までメンテ明け1時間前からやっていたので、14時からということになってきますね。はい、かなり早い時間だなと思うんですけど、まあ、お時間ある方はぜひね、遊びに来ていただければと思います。最近 YouTube のバグなのかライブ配信がね、表示されないこともありますので、まあ、チャンネルから見ていただくか Twitter をチェックしていただければと思います。はい、ということで今回はね、かなりね短い動画となっていますが、メンテナンスの時間の変更のお知らせ、来ていたので動画を撮っていきました。まあ、8時50分ぐらいからね、間違っても試合に行かないようにご注意ください。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。